お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、まあ、最近あの使用率が増えてきているウィザードを使ったですねデッキを紹介したいなと思います。で、まあそれがこちらなんですけど、そのこのデッキがですね今めちゃくちゃ増えてきてます。で、なんだろうな、この、まあ、ジャイに、まあ、ウィザードの組み合わせなんですけど、それにはさらにリガーが入った組み合わせということで、もともとジャイと、まあ、ディガーとか入れると基本まあラバとかに弱くなるんですけど、まあ、このウィザードですね、このウィザードとまあ一応メガゴもあるっていうことで、このウィザードのおかげでもうなんていうかな、ラバルにもまあ強くと言いますか強くなりますし、まあ、他の小物系にもサンスペプラスウィザードで強いということで、結構まあ弱点なしデッキみたいなようなものですね。なんでこちらのデッキをですねやっていこうかなと思います。ということで1戦目で、なんだろう、まあ、ジャイで攻めつつ、まあ、ディガーも使って攻めるデッキとなっております。で、まあ、こういう手札の場合は、そうですね、相手が何か出してきたら、まあ、そちらのサイドの後ろにメガゴを出すか、相手が何も出してこないので一回ザップ打ってカード回すのもありかなと思います。で、ここも何も出してこないので、ここはウッドを割くかメガゴを割くかなんですけど、ウッドを塞いでいきます。相手はアイスピュット、で、ここはもうメガゴ割きます。メガゴ割きます。で、相手はアイスビズか、なるほどね。じゃ、これはもうすることないんで、ポイズン打って相手のアイスビズを、アイスビズバルキリーのアイスピ、ここは後ろからミニペッカ出してあげて、あ、これ惜しい、これ惜しい。で、これは相手が今ディガーとポイズン使ってアイスウィズとバルキリーも咲いてるんで、ここで一回カウンター行きたい。あー、なるほどね。テスラアイスディガっぽいですね。まあまあまあ、でこの間のこのディガーがすごい強い。ディガーがもう今なんぼや500ぐらいかな削ってるんで、言ったらもうディガーっぽいみたいなもんですね。よしよしよし。で、ここも処理しつつ、これも多分カウンターしていいと思いますね。結構コストがあったんで、ここで形を作っていきます。で、相手はもう結構攻めちゃってたんで、攻めすぎてたんで、今のここがめっちゃ入るかなと思います。で、このザップでこのターゲットをですね、白のターゲットをジャイアントからディガーに飛ばしてあげると、このジャイアントが残るんで、このジャイアントが入りますね、一発。 OK。 で、ちょっと待って、することなくなってた。で、このもう後ろからまあジャイアント展開でもいいですし、こういう場合はこのバルキリーを、あー待って、このジャイはごめんなさい、ミスです、ミスです、ミス、逆サイドですね。もう一マスあの左側だったらバルキリーが逆サイドに連れてそのままカウンターできていたので、今のはやってまーやっちゃいましたね。ここをディガー警戒のミニペで、あともう逆サイドこう攻めてあげると、あとは勝てるかなと思います。よしよし、これもうデッキが強いですね、マジで。気がついです。ということで、まあ、次行きます。で、何がしんどいかな、何がしんどいかな、これ使って何がしんどいだろう。さあ次ですね、またさっきと同じような手札なんですけど、まあ一回待って相手が何か出してきたら後ろからメガゴを合わせて、何も出してこなければウッドを回してリガー回してかな。 OKOK。 で、ここはまあ、これにディガーとまあポイズン、相手の出すカードを見て、もうこれはポイズンします。吹き矢珍しい、よいしょ。で、コウモリとか来たら、おお、吹き矢入りの三重子はなかなか厄介ですね。なるほどね。これは右の後ろにマスあれでウィザードを左側にするとウィザードが OK、
おお、ウィザードの範囲攻撃の威力がやばいっすね。今マスケット2体処理しましたし、ここはウッドを使ってよしよし処理で、相手は三粒子なんで、一回も後ろからジャイアント、ミニッペ、メガゴウィザードみたいな感じでしっかり形を作ってあげれば突破はできますね。はい、ということで、ここですね。ここはもう、一回無視ですね。一回無視することによって今サンアド、サンエリクサですね。アド思いましたね。これでも相手の吹きはもうまたサンアド。今6アド、一気に取ったんで、もうここは形作って、ポイズンも打ってよいしょで、もう一気に攻めてあげます。うお、やばっ、ヒール、いや、ウッドが意味なかった、やばっ、相手ヒールはなかなかやんちゃですね。で、まあ、こうディガー飛ばしてあげて、このミニペットメガゴが刺さる。でもこれもしかしたら落ちる、落ちましたね。よいしょ、いやー、まあ、ヒールな弱体かけてやる。ヒールあれなんですよね、修正で範囲だけちょっとだけ強くなったんですけど、なんかってもっと強化してもいいかなと思いますね。ヒールは僕が個人的に使いたいんで、いやー、つらい。今4勝2敗だったんですけど、あれはもう僕が意味わかんないで使ってたんで負けちゃってて、今このデッキではもう負けてないですよ。本当におすすめしますね。しかもウルトラレアが、まあ、ディガーがあるんですけど、ディガーだけなんで、ディガーを持っている方はもうぜひ使ってほしいです。後ろにもジャイとメガゴだったり、ジャイの後ろにウィザードつけてればもう基本勝てます。はい、ということで次は、今度は初手にジャイアントがある場合ですね。これはまあ、とりあえず一回待ちますね。相手がウッドサイト来て、ウッドじゃない、ザップか。何もしかないんで、ここは後ろから組み立てます。で、こういうエリポンを置かれた時に、端前からジャイメガゴでもいいんですけど、僕は基本後ろから組み立てる派なんですよね。で、しっかり組み立てていって、組み立てて、もう、ゴリ押ししてエリポンまで潰しに行くタイプなんですよね。よいしょ。んで、このインドラが厄介。あー、インドラが残った。で、まあ一応一本は潰せたんですけど、もっと相手のターンにダメージ与えたかったですね。さあ、でもう一回一本置かれるんで、ポイズンでもいいんですけど、ポイズンに行こうか。今度はポイズンに行きましょう。今相手はインドラとなんか出てきました。多分ゴレか、多分重量級だと思うんで、出た瞬間に逆サイジャイメゴをしたかったんですけど、相手うまいです。後ろからしっかり様子見てるんで、よいしょ。でこっちも後ろから形作って、でここはウッドでノックバックしてあげて、相手のデッキなかなか見ない形ですね。よいしょ。で、ミニペッカも添えてあげて、で、これインドラにしっかりザップ打って、でこれミニペッカが入る。ああ、トレネード。いや、でもインドラ処理できて、オッケー。ミニペッカ、この一発がでかい。で、ウィザードがこのメガゴにダメージ与えてくれるんで、もう、勝手にも処理してくれますね。あ、これはもう左側攻めます。で、まあ、もしかしたらこれ全部無視されるかもしれないですけど、まあ後ろからミニペッカ出して、よいしょ。でこれは右左は落とせるんで、ここはもう防衛ですね。でミニペッカとウィザードあれば、この重力級は余裕ですね。ジャイに対してもですし、まあ、ゴレに対しても。いや、これもうめちゃくちゃ得意な範囲ですから。で、ベビドラはメガゴで防衛して、で、このカウンターでジャイとディガーを
飛ばしてあげればもうこれで1個取られたとしてももう1つ取ることができて勝ちとなります。ということで、まあ、デッキが強いですよね本当に。まあ、守ってカウンターであったり、相手が何も出してこなければなんかウッドだったりザップ、やっぱ3スペなんでどっちかは、まあ、どっちかで2手札になればいいかなって感じなんで、まあ、どっちか割いたりディガー飛ばしたりしつつ、まあ、ディガポイでも削ることができるで、まあ、結構万能なデッキでありますね。はい、ということでですね、今回は以上になります。ということで、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。